あんたはここで待ってて。どうして？あんた殺されたいの？私ならバックギャモンの文句言われるだけ。バックギャモン？とりあえずあそこ行って取るもの取って戻ってくる。あんたは動かないで。うん。味方だよ。撃たないで。私アビーだよ。アビー？アビーだ。マジかよ。一人か。ゲート開けろ。お疲れ。おい、泳いできたのか。ああ、ボートが壊れて。アイザックに医療品取ってこいって頼まれてるんだけど。どっちみちボスに届ける予定だぞ。何がいるって？ああ、極秘なんだよね。基地の外で必要って。全部運び出されてるとこだ。必要なものがあるか調べてみろ。ねえ、ノラいる？ここに来るって昨日言ってたから。最後の積み荷と一緒に出たが、時期戻る。そう、どうも。人員が増えてるなんて信じらんない。やつら町に侵入したいと全員洗脳してんだろ。物資ある？添え木に絶圧し、それにオマル。手術道具は？だいぶ前に中で見かけたかもね。どうも。ダニー、しっかり見つかった方がマシだな。あの裏切り者。お疲れ。うん、アビー、ダニーのこと聞いた？噂ならね。まさか広めてない？まさか、全然。そう、広めないで。まだここ相当してんの？ええ、1フロアずつね。まだ物資残ってる？どうも。アービー、
あんたまでここに？そう、ついてるでしょ。ねえ、医療品が欲しいんだけど、どこに行けば。アビ、ボスの命令だ。基地に戻れってよ。アイザックと話させて。直接話しな。次の便で戻るぞ。悪いな。ちょっと何なの。こいつは昨日脱走した。手を出せ。外れちゃうよノラ。まさかあんたがアイザックの機嫌を損ねるとはね。オーエンは水族館。マニーに聞いた。医療品分けてもらえない。何、あいつ無事なの。コンパートメント症候群。腕の骨が砕けて。あんたが治療すんの。メル、もう時間がないの。まいったね。物資はほとんど荷詰めされて運び出された。何、下の階はまだ回収してない。そこにあるの。ああ、多分ね。でも下はかなりヤバいんだ。構わない。捕まっても私を巻き込まないでよね。もちろん。よし、来て。コンパートメント症候群。マジで。彼女が医者でラッキーだね。メルは無事。うん。アイザックと話した後取り乱してさ。アイザックと？あんたが抜け出したのがバレて全員尋問受けたんだよ。メルがひどい目。バラしたの？いいよ。行くの？アービーんとこだ。そろそろボート出すって。ねえ、まだ3階に箱残ってんだけど、先に取ってきてくれない？もう乗せられないよ。それ乗せなきゃ帰れなくなる。わかったよ。ありがとう。いいよ。あんたは平気？もちろん。マニーがかなり心配してたよ。いるのバレてる？すぐにバレる。オーウェンは腕を切り落とした。どうする？ああ、サンタバーバラに行くって言ってた。あんなのただの噂でしょ。メルも気の毒だね。うん。だね。待って。いいよ。いい？このフロアには集中治療室に外傷センターと手術室もある。完璧だね。手をつけてないのには理由があるんだよ。そもそもここが始まりだった。ここに最初の感染者が運び込まれたんだよ。かなり成長してるだろう。最低。
間一の時か。救急車です。私も前にそれで命拾いした。なるほど。あんたに生き抜く力を。安らかな死を。また基地で会える？戻ってくるんだよね。うん。手術室、外傷、集中治療室。よし、行こう。意外と平気そう。やっぱ開くわけないよね。当然か。